おはようございます。えっ、ー、と、ご三代を務めします。えー、如来のさがんをたずぬれば、苦悩の浮上を捨てずして。捨てずこう、主と下まいて、大悲心の場成就せり。今日はね、五月一日になりまして、まあ、早いもんやなと思います。一あの一日一日。こう、なんていうかな、立っていくと、本当に早いもんだなと思います。 えー、昨日はですねもう昨日第一の,の慈悲の「慈」の話をしたらもうあっという間に今日は「悲」の話の戦んかなと思いますが、えー、この考えてみますと「大事の慈の「慈」っていうこの「慈悲の「慈」っていう字をこう「哀れむ」というふうに呼んではるっていうのは、えー、これ、えー、なんていうのかな親鸞承人独特かどうか分かりませんがなんかああっと思いましたね。えー、普通憐れむというのは皆さん 後辞典ととかいいていただきますとそんな教えあのその慈悲の字にあたるような昨日お話をしましたような押し打っていうような形ものと <coughs>、えー、なんていうかね、えー、こう並べて用いられるようなものではないはずです。やっぱりこの心の中で気の毒だと思ったり何とも言えないあの胸がいっぱいになるっていうようなそういうことなんでしょう。つまり哀れ無やからね。 哀れむやから、えー、心の中の思いを「哀れむ」っていうふうに表現するのが、まあ、一般的な考え方だしだからあいろんな人の先生方の役を見て,、ま、見てましてもおそういうふうになってるわけですから、えー、それをこう診断書にお塩の返しとこう哀れむの返しを、えー、こう並べておいでになるところから考えてみましても。 まあ意味の上から考えてみましてもこの「教える」っていう言葉とつまり積極的な行動あるいは行動に向けようとする積極的な心の問題を「哀れむ」というふうに言うというのはこれはなかなかあんまりち,ょっとちょっとなかなかあのこう辞書的にはなかなか考えられないし語源的にも「哀れむ」やからちょっと考えられないようなところがあるのかなと。 だからちょっと皆さんもびっくりしはったなとこ聞いてくれた人はびっくりしはったかなと思うところもありますこれに対してこの「慈悲の悲」っていう方はねこれはあの一般的な解釈といいますかこう一般に言われるような解釈なんかなというふうに思います悲しむっていうのはね例えば語源的に見たときには白川先生の白川静香先生の辞書では「 「かな、えー」から来てるんじゃないか。「かな」って何やら言てたらね、えー、そのまあ例えば、あのまことなるかなとかね、えー、悲しきかなとかね、そ、えー、から、えー、そんなふうに、まあまこと、そうですね、浄土真宗では、このお「喜ばしいかな」とか言ってね、この「かな」いう字ですよ、英単の「かな」ですね。 でそこからかその「かな」から「悲し」が出てきてるんやないかっていうふうなこれをこうどちらかというと白川先生はとっておいでになりますえつまりその永短で胸がいっぱいになるさっきの「哀れ」と一緒ですねえ心の中がいっぱいでえそしてえそのおここでは心の中でいっぱいいうのはねやっぱ人が苦しんでる悲しんでるそれがこう耐えられないっていうようなそういうような えー、思いで心がいっぱいになるっていうのをこう、まあ、普通には「かな」あるいはか漢字で読むと「イという字ですね、えー、そういった字であのこうそこから,来て,らし来てるんじゃないかっていうのがこれ白川先生あの第一に挙げてはる説ですで第二の説が、えー、こ,れもこれは一回お話をしました通りで、えー、これは「かぬ」から来てるんじゃないかっていうことです「かぬ」いうのはね カヌーっのは乗り物カヌーじゃないですよ。カヌーではなくてカヌーですわ。カヌーいうのはいや、今現代語でもそうですね、〜何々しかねるっていうことで〜何々しかねるということは〜何々できないということやから、えー、だから、あのこう、 おこれ漢字の代妃の日の字はねこれ否定の心ですからあらずということと心という言葉が重なった異文字というのか、えー、そういう成り立ちが代妃の日という字やから何々できない心っていうのが、えー、日ということですね <laughs>、えー、これはですね例えば御三代で拝読しました 如来の左眼を尋ねれば、どうして仏がさん本願を起こしてくれはったんか。言ったら、えー、この苦悩の有情を捨てずして、ここやったら負になるんかもしれませんけど、漢字で言ったら、あの不可能の負の字になるんかもしれないけど、まあ否定は否定ですね。如来の左眼を尋ねれば、苦悩の有情を捨てずしてってね。見捨てられないのでっていうのね。 えー、そういう、えー、のがこの「非」という「かぬ」「何々できない」っていうね、えー、そういう感じ否定の心やからだから不負」であるか「非」あのであるかあそういう問題は確かにあるんでしょうけれどもおそうでは「何々できない心」というところから「悲しい」っていう心映えが心ぶりが出てきたんやないか「えー、悲しい」という言葉の語源今言いました。 あの胸がいっぱいで、えー、匂い塗るかなっていう時のかなと今日ここの絵に匂い塗るかなのかなという場合と何々できないっていう時の、えー、そういう、えー、この「かぬ」から出てきてるんじゃないかで,でその漢字の意味からすると代妃の「日」と合うのはこの「後者」の方ね「何々できない」の方がないかなと、えー、それはやっぱり確かに今言いました和さんの「 苦悩のお嬢を捨てずしてっていうところにも出てきますしそのつまりねあの苦しんで立ち上がれない人をほっとけないっていうのがこれ非ということなんだということです。でこれは、えー、また同じ話しちゃうわけですけれどもこれをですね、えー、この栄冠堂の見返りの阿弥陀さんのお像からお話をしてくださった人があるということを言いましたね。 えー、この英館堂、京都に栄冠堂という有名な今は誰も入れないかもしれませんけれども、えー、有名なお寺があります栄冠堂に行ってね私も大変こう綺麗なお寺だなと思いましてでご本尊をお邪していただきましたらこう左向きになぜ左向きかはともかくとして左向きにほあの立っておいであのひ頭を左向けにしされた阿弥陀さんがおいでになりますこれご本尊です。で そのなんで、えー、頭を左向けにしてらっしゃって立っておいでになるのかということですがこの栄冠堂の栄冠いうのは栄冠という人がおいでになってですね栄冠いう人が、えー、この阿弥陀さんのお像の前でお像をぐるぐる回って行道と言います時計回りに回ります。えー、そのの仏さんのお周りをを回っておいでになっててておおいいいででにになな歩るとこれを 行道というのですけれどもこれをしておいでになるときにその仏さんが立ち上がりましてね木造が立ち上がりまして木でできた仏像が立ち上がりましてで一緒に行道を始められると。で歩いてるうちにこの栄冠というお坊さんがですねあんまりゆっくりしか歩けんもんやさかいその阿弥陀さんがね「栄冠遅し!を阻止」言うてね 怒らはったようなかねしっかりせっ言われたっいととたうことですこのしっかりせいの阿弥陀さんがこれは普通の仏教自分で修行して仏さんになっていくここではあの仏さんになりやすいようにあの優れた環境というお浄土に行って修行する修行してそのお浄土に参ってさらに修行して仏になっていくっていうそういう考え方がよく表れていませんか えー、お釈迦さんじゃない失礼阿弥陀さんっていうのは、えー、指導者であって一緒に歩くものであって、えー、そして、えー、ゆっくり歩いとったら「えかん遅いし」言て「もっと早く歩かんかい」言うてねあの「もっと早く歩かんかい」言うてあの指導していくのが阿弥陀さんだよっていうことです。ねえー、これに対して、えー、この私のところでお説教に来てくれた親戚のご住職は、えー、そうではなくて、えー、この。お ほっっい,いいいもんやけどな、歩けんようなにた人間、自分で歩く力がない人間自分で自分のことを解決できない人間、えー、こう自分で立ち上がる力がないような人間、えー、そういったものを見捨てていこうかなと一,一見思わんではないけれども一瞬思わんではないけれどもいやー待て待てあの子を見捨ててはおけんなとね。 あの彼を見捨ててはおけんなと思って立ち去ろうかな自分だけ歩いてりゃいいかなって思うんだけれどもいやそれではいかんぞと思ってでこう後ろを振り返ってそして、えー、その誰かを置き去りにしない、えー、誰かを放っておかないのが阿弥陀さんのお心であるよっていうことをね。 これかかりますかね、同じ行動をしてはって見返りの阿弥陀さんなんですけれども、えー、この叱りつける、えー、仏さんと阿弥陀さんとそして「いや待て待てほっといておけんな」もう一回後ろに、えー、こう振り返って、えー、救うていこうかっていうね、えー、病で苦しんでいるそうですね逃亡者いう映画があったりその前にテレビがあったようですが、えー、ね えー、お医者さん自分は刑事に追いかけられて冤罪でね冤罪で刑事に追いかけられて、えー、逃げなきゃいけないんだけれども誰かが苦しんでいるのを見てると自分は捕まるかもしれないこんなところで、えー、この瀕死の患者の手当てしとったら刑事に捕まえられるんじゃないかなというふうに思うて自分の身を守るためやったらそこで逃げたらいいんだけれども。 だけどそこで逃げないで自分は捕まるかもしれないけれども人を救っていこうというふうに、えー、こう振り返ってその病人を救うていくっていうねそういう逃亡者いう映画があ,ありましたねハリソン・フォードやったっけ、えー、そういった映画があってその時にちょうどこの 振り返ってくださってそしてそこから戻っていく捨てずには置けない苦しんでいるものを捨てずには置かないというのが、えー、そういう、えー、仏さんがこれ「見返りの阿弥陀さん」浄土真宗における「見返りの阿弥陀さん」なんやなということをあ感じるようになりましてね。で今日たまたま、えー、この「朝日新聞、うん」うちのおばあちゃん読んでるもんですから。 えこの金ついてね、えー、この朝日新聞を取りに行きましたよね。そしたら、朝日新聞の折々の言葉かな、えー、その中でですね、えー、この今日の言葉はですね、ノ、えーバリアってか、n ーアってか、とりあえず、ノー i l l ィ e left b e h i ン d 誰も置き去りにしないっていうのが、国連が定めた言葉であるよって出てきましたね。 えー、no one will be left behind だから、えー、ほんまはそうです誰も置き去りにしない置き去りにする者は誰もおらないという、えー、それがあの国連が目指していくうそういう考え方であると、えー、そういうそれを思った時にですねああこれは皆さんの心があこう誰も置き去りにしない一人残らず置き去りにしないという、えー、そういうことなんだなとね 今日たまたま思いあのこう新聞読んで思いましたね「みんな漏らさず救っていく」と「いやそんな救っていっていいのか」と「えー、そんなしょうもない力のないもんを救っていっていいのか」そうではなくて、えー、その同じ救うのでもその人がその人として独り立ちして生きていけるように、えー、改造要請なあかんのやないのかっていうそういう考え方はあるでしょうね。 それは例えばいいうそういううそ考え方はあるでしょうね、えー、例えば発展途上国に、えー、こう物資の援助するお金を出すっていうことよりも発展途上国の人たちを教育をさあのしてあげてですね教育を準備して教育を提供してで、えー、その人たちが自分の技能で暮らしていけるようにするというのが本当の救いではないかっていうふうに 考えられる考えるところがあります。これもやっぱその通りかなと思います。従いまして、この阿弥陀さんという方はどういうどうされるか？って言ったらえー、瀕死のものですから、これはもう全く手の施しようがないんで、これを救わなければいけません。これは明らかですえー、瀕死の人に力があるわけがありませんで、その瀕死の人を救って独り立ちにするさせるっていうのは、要は瀕死の人を仏さんにするということです。 そして仏さんにするという形でもってその人を独り立ちさせていこうというのが阿弥陀さんのお考えであるということですね。そのためにこの全てのものを捨てないでそしてこの大必死を成就してくださった。大必死をね先ほどの御三代にお勤め拝読したのはこれ如来の左岸をたずねれば 苦悩の羽生を捨てずしてエコーを主と下巻いて大悲心おば成就せりっていうご話さんです。このエコーを主としてっていうところはなかなか解釈難しくてなかなかぴったりくる翻訳ありませんけれどもね。しかしまあ要は何かえって言ったらどうして本願立ててくださったんですかっていうのは仁仏さんはどうして ご本願立ててくださったんですかというのは「如来の砂岩を尋ねれば」ということです。でそのどうして本願を起こしてくださったのか願いを立ててくださったかといったら「苦悩の無常を捨てないで」っていうことですから、えー、この「苦悩の無常を捨てない苦悩の無常 この「大悲大慈っていう「慈悲」という言葉いろんな考え方出てきまして大変な大切な言葉からいろんな形で説明されますがこの「慈悲」というのは「余楽」と「バック」と言われています慈悲というのは楽を与えると楽を与えるって楽しみを与えるんやけどここでは例えば「極楽」とか「安楽国土」と言われるように楽というのはこれ悟りを開かせるというのが慈悲でこれだから教えるということになるわけですね。 でえー、そして「非、えー、というのは「苦を抜く」「余楽バック」の「罰」いう字は「抜く」いう字で「苦というのは苦悩の苦のくいうことやから苦悩のう情を捨てないということは苦悩を抜くということと意味としては同じあの近いものが出てきます。従いまして苦悩のう情を捨てないのはあの大悲心を起こしてそして「えー、エコーシュ」としたまいりってというのがちょっと難しいところですからちょっと外しますが。 大秘神を成就してくださったつまり仏様のとしての慈悲を大悲心を完成してくださったということですから仏さんになってくださったということでありでその代肥によって立てられた願いそのものも成就してくださってるということです。さてその従ってその代肥の心でもって。 立てられたあその願いが全て成就されているそれをこう、えー、この完成された願いかこれはもう願いではなくて、えー、もう働きになっているということですね願いが完成している代悲によって建てられた願いが完成しているということやから代悲によって建てられたあそのことが完全に願いではなくて形になって現れて働きになっているということです。 でその働きになっているもの「悲願」「大悲の願ん」って言われているものはどんなものがあるかって言ってたらやっぱり「第十七願と言ってお念仏を唱えるということを誓われている「第十七願、そして,第18て「第十八眼」というそのお念仏を唱えるものを救うということを仏さんのお心これを信じるというね えー、それをお任せするということでもありますがそれは第十八願でそして必ず仏さんにするよという第十二願十一願があり、えー、そして仏さんになったら必ず、えー、この人を救うものにしていくよという二十二願があり、えー、というふうにしてちょっと時間なくなってきましたからあと十二十三願があり、えー、これ光明無料寿命無料の浄土を立てるよというのがありそれから あと18がんだけでなくてその自力によってこの救われていくという方便のがん19がんと20がんっていうのもこれもみんな大悲のがん秘の悲願っていうものの中に入るというふうに診断承認おっしゃっていますでまた、えー、まあ続めて言ったらというか広く言うたら48通りの願いがあるわけですが48通りの願い全てが えー、大秘の癌ということになろうかと思いますけれどもね、えー、なるんかなと思います、えー、その本願を起こしてくださって本願の通りに働いてくださる、えー、そういう願いが完成しているということです、えー、その秘というのはねあさあさあねであともう少しやからその秘と字という関係をもう一回整理しますと、えー、この秘、えー、から 大秘から大臣が展開していいくんやと思いますねこれなぜかというと阿弥陀さんがこの代妃の如来大悲の音読はの阿弥陀さんがこのお釈迦さんになってこの世に現れてくださるというふうに考えますしそれから倭国の教師の聖徳太子もそうですしそんなふうな形で具体的にこの「 本願のの教教え、え、救いの教えみんなが救われていく教えそれだけでは単体では私に届きませんから具具体体的的なな姿を取っっっててて、てて現れくくだだささににに私に指導してくださる人が必要になってきます。そうじゃないと私に届かないですからね私が迷っていたらそれはそうじゃないよと教えてくれる人がないといけませんからそこで阿弥陀さんがお釈迦さんになってくださるという考え方があります。 ねえー、その時にはこれ、えー、つまりこれは、えー、お釈迦さんが、えー、この慈悲の悲ですから、えー、お釈迦さん阿弥陀さんが阿弥陀さんがですね阿弥陀さんが、えー、お釈迦さんになってくださるいうことは、えー、如来大悲の大悲の阿弥陀さんが、えー、このシャバに降りてきてくださってお釈迦さんになってくださるということですから悲、えー、が 根源にあって、えー、そしてあの字があこうそ,のそれによって働き出すと。ね、で、えー、その字の教えによって、えー、この私たちは「王相のエコー」といって、えー、このお浄土に生かしていただく「王相の王へ」とは「行く」という字です。でその、えー、救われる、えー、このお浄土に行くことは悟りを開かせていただくそれは自分ではできないことやから 仏さんから恵まれることをエコーと言いますから悟りを恵まれることを王相のエコーということでそれはあのこう具体的な指導によるわけですから王相エコーの大事よりで幻想エコーの代妃をうというのはねこの私も同じく阿弥陀様と同じ仏さんになって代妃の心を起こさせていただくということであり。 でその私が仏さんになって完全な代悲を起こしたならばまた私もこのシャバに帰ってきてそして人々を大事によって指導し教え救っていくっていうそういうまあ言うたらね大事と代妃いうのは循環論のようにしてこの,この救,救われ救い救われ救いでこの悟りの本源から迷いの世界に帰ってくるというような この大事と大とが循環論いうかなそればかりでないところがあって「妄想即幻想」とかね「妄想」がそのまま「幻想」であるとかねそういった問題もありますけども今日はまあこれぐらいにしておきましょう。